はい、住んで埼玉です。本日はですね、企業のツイッター戦略2022ということで、僕が SNS 村に入って今2年ぐらい経とうとしてて、まあ、日々ですね、いろいろ勉強しながら反省をしながら改善を繰り返してるんですけど、ちょっといわゆる企業ワカってやつじゃん、住んで埼玉。そうっすね、ある種、はい、ね、なんか動物のキャラクターを使った企業ワカじゃん。そうっすね、冷静に考える、やり口としては動物の着ぐるみを着た不動産屋じゃん、極論。まあ、不動産屋かつ IT プラットフォームで、まあ、やって、まあ、会社でやってるんですけど、要するにね、僕はこの約2年間、ツイッターを中心とした企業 SNS プロデューサーだったんですよ。で、今、累計のフォロワーもツイッターで今1万9千ぐらいいって、YouTube も2千弱ぐらい、で、LINE も1000人、1500人ぐらいが登録してもらってて、で、ほとんどさ、うちが仲介するお客さん、SNS 集客でしょ。ほぼ、そうです。てか、そこです。だよね。はい。で、今、中手の売り上げ多分、くらいいってるわけ。はい、いっていいです。うん。はい、まあ、ちょっとこれ、ピー出るかもしれないけど。約多分、そんぐらいは、出るんじゃないですか。SNS でさ、マネタイズするって、やっぱすごいと思うんだよ。冷静に。で、普通に考えてすごいよね。みんなやりたいことでしょ、これ。多分。そうっす。で、これもそうだしさ、リュウタもさ、まさしも、不動産屋界隈のツイッターの人たちとかもツイッターによくいるじゃん。でも、不動産屋のアカウントで成功してるのあるって聞かれたらさ、なくない？あんまり。わかんないけど。俺が知らないだけかもしれない。要するにね、僕らはね、今苦労していろいろ発信してるけど、冷静に考えてファクトで見ると、ようやってんだよ。っていうことを言いたくて、で、そのプロデュースを僕はしてて、で、それをね、約1年と8ヶ月ぐらいかな、やってみて、いろいろ学ぶ、思ったところがあるので、それをシェアしたいな、と思っています。でね、やっぱポイントはですね、あのね、テクニックに頼らないでくださいっていう感じです。テクニックじゃなくて、その提供価値だけ、素材にこだわり続けろっていうことを俺は言いたい。でね、よくさ、まあリュウタも前職さ、 SNS マーケのなんか、まあ、ぼったくりコンサルみたいなやってたわけじゃん。じゃあまあいい、売り上げ出してたんで。あのね、そういうプロデュースする外部の会社の匂いっていうのを消費者は感じてます。まあ、そうですね。要するに、はい、あ、この企業はか、多分裏に誰かいんなっていうのはもうバレちゃってる。で、特にハッシュタグとかつけ出したら、あ、こいつハッシュタグつけてるみたいな、あ、なんか裏でなんかコネコネやってるやついんなってやっぱ、ね、バレる時代、はいはい、なので、あのね、そういうのは見透かされてますと、ゆいの言いたいし、あとなんか知んないけど、若者に迎合したキャンペーン打ち出すとか、なんか老舗のなんか雑貨屋なのに、なんかすごいインスタに投稿で何々プレゼントみたいな、なんかすごくミスマッチなキャンペーンやってたり、なんか要するに、その裏の人の存在をかすかにも匂わせるとね、もうね、引いてます、全員。え、これ伝わる？俺だけ？いや、まあ、昔よりは全然目は。超えてるよね。超えてるって。まあ、今はもう難しいっちゃ難しい。なんかね、そういう、なんかスパイスを加えようとすることに、その、ばっかやってるとね、やっぱあかんなと、いうところがあるので、その、本質的な提供価値、すべての皮を取り除いていって何が残るのかっていう、そこがすごく大切だなっていうのと、あとは、まあ、嘘をつかないということですね。もうね、特にツイッターなんかやってる人頭いいんだから、あとひねくれてんだから、常になんかね、荒探しをしてんだよ。本当に。まあ、日常生活にストレスがあるのかわかんないけど、よくそんな上げ足取んなんて。うるせえよみたいな。それはよく言う。
よく他人のそういった失敗とよく集団で追求できるなんて思わない同じことずっと言ってネチネチ、まあ、確かにちょっと粘着質っていうか、インスタとはちょっと違うあれです。でさ、まあ、これも悪口になるけどさツイッターのやつさ、誰かがさ口引きらないとさみんな攻撃しないじゃん、うん、で誰かが言い出したらみんなわーって言うじゃん。そうっす、ね、あのダサい本当にツイッターのやってる9割のやつはもうダサすぎるからね、俺嫌なんですけどあのね、ただね、要するにそういうひねくれた人とか、そのちょっとうがった目で見るとか斜めで見ている人が多い SNS 界隈っていうのをね、こう真っ当に勝負するためにはもうね、嘘ついちゃダメなんですよっていう。嘘ついたりテクニックしたり隠したり、一個嘘つくとまた嘘つかないといけないから、だから謝るところは謝るし、謝らないところがなぜ謝らないのかの理由を言うっていうように、本当にね丸裸でいかないとね無理っていう。だからよくね、町の不動産屋のアカウントとかフォロワー100人とかの人いるけど、見てるけど、この家こういうとこがいいですみたいな写真撮ってアップしてるけど、もうね誰も振り向いてないそんななんかエゴみたいな投稿、俺のなんかを見てくれみたいな、そんなんね興味ないんすよマジで興味ないんだけど、例えばね、俺だったらそういう町の不動産屋のアカウントでだったらこういう風にプロデュースするなって思うのが、例えば新卒1年目の女の子とかにアカウント担当してみかんちゃんみたいな名前つけて、みかんの不動産営業ウーマン日誌みたいなことで攻めるとかで、要するにみかんが吸収していった情報とかを発信していくとか、そのみかんちゃんに焦点を当てる、当てると、要するに法人ではなくて個人にフィーチャーする。でみかんの失敗、みかんが内見に行ってスリッパ忘れて怒られたみたいな、いやみかん今日内見行ったのとか言って応援されるそしたらねみたいな構文を作って、みかんの今日の話、今日の内、みかんの内見トークめっちゃ聞きたいみたいな、でおっさんのファンがめっちゃ作るみたいな、そういう感じでやっていくとか、あとは不動産屋の社長なのであれば、もうねその社長は今までの50年とか30年の経験があるから、そこの今までの経験にアセットをかけて、アセットにレバレッジをかけてですね、まあなんか小言を言いまくるっていう方法もいいと、なんか若者に切れまくるみたいなそしたら同じ若者に切れているおっさんを集客できるかもしれない俺もそう思ってんだよねみたいなそういうおっさんをターゲットにするのもありだよ。だからね、なんかそのやり方を、そのこの商品作ったから買ってくださいとか見てくださいって誰も興味ないんだから、それをどう作っていくのかのプロセスを見せたり、なんか特定の誰かに発信したり共感を呼んだり応援してもらったり、なんかそういうことをやっていかないと企業アカウントの 99.9% はつまらないっていうことかなっていうふうに思います。ここがねめちゃめちゃ重要なんですよ。であと何よりも重要なのが、そのプロデューサーないし発信者が情熱持ってるのかっていうことですね。その人が何やりたいのかっていうのがやっぱり大事だなと思う。そういうなんか炎とかそのエネルギーとか核みたいなものがない人は何やっても無理だと思うから、まあだから SNS 運用とかのテクニックとかハッシュタグとかキャンペーンとか、もうねそういうリツイートしたら何とかもちろん大切なんだけどね、それはもう超大事なんだけど、その火種があって火がついて初めてうちはこう書いて、あの火が燃え盛る話で、その火が燃えてないのにうちわで仰いでも火なんか起きないんだから、火をつけようぜと、セットザファイヤーということですね。なんか今の話聞いて、うん、大川さんやってることと一致してるか分かんないですけど、うん、シャープとか公式アカウントってフォローしてる人たちってみんなシャープが好きっていうよりかは、あのシャープのアカウントが好き、そうそうそう、でファンになってフォローしてる、そういうことなんですよ。でね、シャープがね、なんであれだけ人気になってるのかってね、
シャープっていう企業ブランドがうん十年続いてきてるじゃん、はい、で今まで消費者っていうのは製品としかシャープと対話してきてなかったわけよ、うん、この数十年でもこの SNS の相互コミュニケーションの時代になって初めて製品じゃないものを通じてコミュニケーションできてるって、うん、これがねまず革命なんですよ。でその中でシャープってさ結構信頼できるイメージね、なんかちゃんとしてそうみたいな、はい、あの昔のテレビで言うと世界の亀山ブランドみたいな、はい、なんかそのちゃんとしてそうなシャープっていうイメージとシャープのツイッターのあの柔らかい感じとか面白い感じ、ギャップがめっちゃあるじゃん。要するにね、振りが効いてるわけよ今まで。だからね、回収しやすいの。だから前もなんかカップヌードルの SNS かわかんないけど、ちょっと小ボケのようなことを言うとそれだけで受けるの、うん、それはだからあれだよ、なんか政治家がなんか噛んだらなんか笑っちゃうみたいな、はい、それってなんか堅苦しいイメージがあるのにお茶目なとこがあるからいいみたいな、はい、ギャップがあるからそういう意味によって大企業とか歴史ある企業とかは運用しやすいんだよね、うん、そこのギャップをつけばいいから、うん、あのプロレスラーなのに猫好きみたいな燃えるじゃん、なんかそんな聞いたら、あ武藤敬司めっちゃ子猫好きなみたいな、あみたいな、でそのギャップを面白さの本質ってギャップなんで、そういうのをねやっていけばいいんだよ。シャープのツイッター本当に伝説的に面白いと思う、あれは作品だと思う、あれは。ああなったら電子レンジ買おうってなった時にさ、はい、どっち買おうかなってなったら多少高くてもシャープでいいかってなるよね、なんか好きだし。そうですね。特にあれだね、コモディティ系の商品とこのブランディングっていうのはすごい相性が良くて、どれでもいいじゃん電子レンジなんか、まあ、ぶっちゃけねえ、で極論車もさ走れりゃいいんだからさ、まあ、極論どれでもいいわけ、でもそこでこれを選びたいっていうのが愛着でありブランドだと思ってて、不動産仲介も極論どこでもいいんだよね、だって商品同じなんだから。でもなんか気持ちよく買いたいからこの仲介さんにお願いしたいみたいな、まあそういうのもあると思うので、まあ、最後はそのイメージとかあとはさ応援したいとか、だからそういうところだよなっていうの、そういうことを俺は感じます。で、まあ、まとめるともうね、現代の人はねとにかく賢いで情報を常に仕入れまくってて、世の中の表と裏も大体分かってるで、なんかあんまりなんか中途半端な嘘ついたり中途半端に逃げたりすると、もうね燃え盛ってね、もう収拾つかなくなるから、だから本当に真っ当にやる、で嘘つかないで謝るとこは謝るで、ちゃんと理由説明とかするとかする、でそういうことをやっていかないともう戦えないで、なんかもう魂胆がもう見えすいているような、あのツイッターのさ最近の話題になってるけどさ、名前で縦棒何々みたいなアカウントめっちゃ多いじゃん、はい、あのサトシアット営業の天才みたいな、はい、激キモアカ、あの激キモアカあるじゃん、はい、クソキモいじゃんあれ。フォロワーたくさんいますよ多分。そう、いやいいよ、もういらないいらない、そんなフォロワークソつまんねん。でね、あれはね、あの要するにね、なんかその情報商材に誘導しようとか、うん、なんかねその魂胆がさ見えすいちゃってるじゃん、うん、でねその見えすいているということをネタにすればいいの、俺みたいに、うん、で俺はもう金稼ぎのためにやってんだから、うん、ビジネスのために俺はこのツイッターっていうか SNS を中心とした集客をしてるわけなんだから、そういうのをねちゃんと開示していかないと、もうね疑心しかない、だから疑わせるなと、逆に疑わせるぐらいだったら先に言えっていう、だから俺これ喋ってる俺は金稼ぎのためにやってる、で、あのいろんなお金を作れば雇用も増えるし、またやりたいことあのバッターボックスにたくさん立てるので、俺はそのためにやってるんだから、だからみんなもね言ったらいいよ、何々立て棒営業の天才みたいな人たち俺はなんでこの金を稼ぎたいのか、俺がなんか実はマレーシアのコンドミニアム買いたいんだとかいいよ、そのために5000万の貯金を作りたいで10年かけてやりたいんだ、
だから年間500万ぐらい、だから毎月50万ぐらいは上げていかないといけないんだって言えばいいじゃんっていう。なんかその共通の目標を作って、それみんなにシェアして、それを応援してもらえばいいのに、なんかね、目的がよくわかんないんだよ。そう、なんかモンクレーのダウン買いたいとかでもいいよね。なんか最初はこの僕が書いたノートで、あ、買った売り上げでモンクレー買いたい、で次はなんかフォレスター買いたいとか、はい、で次家買いたいとか、でみんなと目標共有してそれシェアし合ってやればいいのにとも思ったり、だからそのやっている意味とか根幹がわからないものに人は恐怖心を抱くよね。そうですね、不審に思うね。それで言うと、縦棒系は、うん、なんかどっか縦棒って言うな。縦棒系は、おこじめがいる気がします。あー、そのね、鬼舞辻無惨みたいなのいるんだよ。縦棒の。多分いますよ、ね。そのね、メソッドを売ってるやつがいる。はい。あー、うん、そうっすね。レクチャーしてるやつ。不正だ。そう。いや、まあね、だから、そのメソッド売ってるやつは俺天才だと思うよ。もうそれで商売してんだ。でもね、その増殖しすぎて送り棒みたいなしかいなくて、マジで攻撃力300みたいな、守備力200みたいなみたいのしかいなくて、でそのデーモンの召喚みたいな生まれづらいんだよ。で住んで埼玉は完全にデーモンの召喚みたいな感じだから、だからね、結局ね、まあ、そういう縦棒系アカウントはね、自分の中を掘っても何も出てこないのよ。薄い経験が。で、経験薄いやつが発信しても何も響かない。じゃあ、経験薄いやつは何をしたらいいのかっていうと、そのプロセスを全部見せていけばいい。その、何もない自分っていうのを認めて、でも何者かになりたい自分っていう理想がいて、そのギャップを今から埋めていくんだと、プロセスを売ればいい。そういう人たちは。だから、ないなら生み出さないといけないと。縦棒系はね、偉そうにね、なんか過去の経験語ってんじゃねえかっていうのは言いたい。だからまとめるとですね、この企業赤とか、まあ、ビジネスとして SNS 運用したい人とかは、ちゃんと目標全員と共有をして、それが私的な目標でもいいよ。そう、モテたいとかでもいい、何かを買いたいとかでもいいんだけど、そういうエゴみたいなものとか、その、がないとね、やっぱダメだなと思うので、そこをね、ぜひみんな、覚えておいていただければな、というふうに思います。まあ、企業 SNS の相談あればね、DM で1往復、2往復ぐらいしてあげてもいいので、よかったら、言ってください。本当に僕もまだひよっこだけど、本当2年弱ぐらいやってね、僕はもう学びました。学びまくった。でこれからも学び続けるとは思うんだけど、一つの到達点まで行った気がする。小さい山、高尾山 の登山終わったと思う。だからこれからまた富士山目指していくんだけど、一旦高尾山からの景色を見た人ってあんまいないと思うから、でそれを一旦今日共有をして、終わりとさせていただきます。ありがとうございました。